ジョースというわけで2024年も始まりました。今日はですね、またいつもお世話になってますね、ムーンアイズ、日本一のカスタムショップ、カスタムまあなんていうんですかね、ここはね、もうね、ここもう、ここはもうあれですね、ここもうここに横浜来たらお参りしなきゃいけない、ただここの神様は酒癖が悪いです。いつも何度も言うんですけど、いや、お世話になってるでしょ。お世話になってるけど、これは事実です。怒られますけど。この前もね、ちょうど出てもらいましたからね、すみませんね、すみません、いつもありがとう。で、今日はムーンさんで、最近、まあ、最近っていうかここ何年か気になっている車がありまして、で、それをのかっこいい車をたくさん作ってる人たちがいるんですよ。で、それを今日はね、紹介したいと思うんですけど、何かと言いますと、もうここにこう2台バーンってかっこいいのあります。日産の NV200、 これはだから、まあ、ワゴンタイプもあるんですけど、でなんかこうちゃんと、フェイスも変えて全部かっこよく、私 A&A インターナショナル伊坂と申します。伊坂さん、はい、よろしくお願いします。伊坂さんのところでこれ、はい、フェイスキット作ってるんですよね。僕の企画でちょっとしたきっかけがいろいろありまして、はい、日本の車はすごくいっぱい走ってるんですけど、はい、なんとなく魅力がない、はい、でもアメリカに走ってる NV200 ってすごく魅力がある。かっこいいですよね。かっこいいんですよ。フェイスをそっくり交換するだけで変わってしまう。これだからオリジナルってことですよね。そうそうそう、別に US フェイスってことじゃない。 US フェイスなんです。 US フェイスなんですけど、そのまま普通に US フェイスつかないんですよ。あ、そっか。なんかこの辺の崩壊、はい、だいぶいじるん で、はい、でこれはボルトオンで、はい、あ、ミハンドルの日本仕様にすぐつくように、はい、すぐつくように製作いたしました。じゃあこれ伊坂さん、これ全部オリジナルで製作してる。お金かかりましたなこれね。はい、死ぬほどかかるこれね、いやあのね、はい、これねこれいくらで販売してるんですか。34万8千円で。あ、いいですね。これもう松下堂の社長みたいな。34万8千円。これね、34万8千円 でペイントしてコーチンとか言ってちょっと高いなと思うかもしれないですけど、決して高くないんですよ。全然高くないです、ね、全然高くないです。これ改造すると、ね、なんと150万円かかってます。そう、ま、元はみんなない頃はそれでやってましたもんね。だからもうこれ伊坂さんが作ってくれたから、もう皆さんこの、仕様にするのはもう本当たばいもない、もう3分の1ぐらいです、今まで。そうですね、ね、大体ね。え、じゃあこれは変わってるんですね。顔が顔が変わって全然違うんですよ、本当に。本当はノーマルの車が対比であるとよかったんですけど、ね、ムーンの車の部品は供給してます。あ、はい、でもさすがやっぱり、はい、さすがですね。かっこよくできてますね。うん、あ、これちゃんと4ケツもホイール入れてるんだ、はい、これやっぱ1個ぐらい寄り目にしといてる、ね、知らない絵だよ ね。え、このホイールはあれですか。これはムーンアイズさんのオリジナルホイールです。はい、4ケツのこれは、はい、ピッチっていくつなんですか。ピッチは特別なんですよ。これ 114.3 の4ケツで、1143の、はい、1143 4ケツってだから昔の車ですよね。そうですね、昔のアコードとか、はい、プリメーラとかホンダ車ですよね。これね、1個ね、唯一ね、だからね、ホイールがチョイスがアメリカ5ケツなんですよ、ね、アメリカ5ケツなんです。なんでさすがよくご存知で、なんでこれ5ケツにだけにスッと変えるのって大変なんです。すごく大変です、ね、すごく大変すごく大変なんですけど、ホイールチョイスが少ないって言われた。で、ちょっとかっこいいの作ったんですよね、でもね。そうですね。ホイールもね。ホイールも作ったんですよ。おー。やっぱいいところって、こうパネルと、こっち側のこの、ミストになってるやつは、こっちは、後ろパネルじゃないですよね。そうですね、それは普通のウィンドウパネル。どっちの上なんかいいなとか、最初パネルだけの方がいいかなと思ったんだけど、どっちも無理ですよね。家族で乗るんだったらこっちに乗らないと、中で子供がゲロ吐くんですよね、うん、酔ってね、外が見えないという、ね、こう感情の育たない子供になっちゃいますから景色を見せないと。だからどっちもいいなと思って、やっぱりイメージ的にオールドアメリカンが分かる人はパネルだと思うんですよ。あ、やっぱパネル版かっこいいですよね、はい、パネル版ちょっと一瞬見づらいですけどね、ちょっとね、はい、だけどパネルかっこいいですよ。僕もダッチ版とかシェイビー版乗ってる頃は
やっぱパネルのやつも作りました。パネル版が出てるんですか。出てます。新車でも販売してます。台数少ないんですよね。でもね、中古市場、ね、そうですね、中古市場はもう数百台に1台の割合なので、そこを狙うのはよほどあの頼っているお店さんとタッグを組まないとなかなか。これ、今でも新車でも出てるんですよね。出てます。これ新車でいくらぐらいするんですか。パネルだと220万円ぐらいです。意外と安いですね。はい、リーズナブルです。で、ワゴンタイプとかだと持ちいい。ワゴンパータイプですと、まあ、窓がついてるだけっていうのは値段変わらないんですよ。あ、そうなんですか。あの窓がついてるだけのものは、あ、はいはい、ただワゴンになると270万円とか。そうですね、そうです、そうなんです。なるほど。パネル、じゃああれパネルで中だけワゴンにしてくださいとかもできるんですかね。それはあの信頼できるお店さんに頼っていただければ全然問題ないです。なんかね、一台これ作りたいなと思うんですよ。僕も欲しくなっちゃったんですよ、この前、伊坂さんに見せつけられて、洗脳されて。でもともといいなとは思っていたんで、うん、で、大きさがちょうどいいじゃないですか。はいはいはい、あのこれで波乗り行くのもいいし、スノボにも使えるじゃないですか。4駆もあるんですか。4駆もあります。4駆は3年前に発売されて、まあ、北国なんかのお客さんをこれから取り込もうっていうメーカーの作戦だとは思うんですけど、これから市場が熱くなって、大きさいいですもんね。ハイエースだとちょっと大きすぎるみたいなのがあって、うん、はい、そうですね、うん、ハイ、このサイズがやっぱいいな。実際結構詰まります。オートバイの大きいのを積もうと思うとちょっと大変、作戦がいると思うんですけど、トライアルバイクとかだったら全然問題ないです。ハンドルちょっと下げてね、はい、これいつくらいでしたっけ。これ去年、まだ最近ですよね。そうです、去年の年末の、じゃあ一昨年の年末の弟さんとか、2022年の年末の時に、はい、あ、でも2年経ってるんだ。 1年、ね、ある1年ちょいぐらいですね。これやっぱ さすが可愛いですね。ここに止まってると目立ちますもんね。そうです ね、でもさ、久々にこういうなんか新車ベースの現行のカスタムできる車って久しぶりじゃないですか。あの海外の車も含めて、そうす、なんかこう新しい車、ざっくり言うと本当にあのアストロとかカプリスのワゴン以来の、うん、これは中とか普通にうちのオリジナルのダッシュマットを入れてます。これシートとかノーマルなんですか。はい、全然綺麗、このままでも全然いいですね。あ、これオートバなんですね、うん、中古ベースですよね。新車ベースじゃないんで。あ、そっかそっか。中とか可愛い、なんかシンプルで、ね、もう本当に働く車って感じですね。飾りがない。なんかね、ワゴンも見て、ワゴンの方がちょっと内装が良くて、それも良かったなと思ったんだよな。でもやっぱり一応コマーシャルビークルとしては働く車で、ね、ムーンのね、はい、今までハイエースに行っちゃえたら、こっちも別にこれで収まるんだったらこの大きさの方が楽ですもんね、はい。結構広いですよね、うん、なんかこういうさ、ある意味こうちょうどいい昔のチェリーバネットとか、あの感じですよ、ね、マツダボンゴとかさ、俺こういうなんかね、いわゆるちょっと中途半端な大きさとか好きなんだよね。でかくも小さくもないみたいな、僕のおちんちんみたいな感じですね。そんなで、そこそこ使い勝手もいいというですね。起きるんですよ。そうですね。あとね、それについてはね、みんなうなずけないから、知らないから。それではまた。自己紹介をお願いします。サムライズハイテクニックの戸田と申します。サムライズハイテク、はい、の何さんですか。戸田です。戸田さん。戸田さん。ショップのですよ、ね。そうです。じゃあこれはショップのデモカーということ。今のところそうです。あ、いいですね、男のバケットシート。ちょっと座らせて、姿勢が良くなりますね。バケットシートって今乗ると乗りやすいね。なんかトンネルしてないからかな。なんか気持ちいい。後ろも開けてもらっていいですか。これ全部かっこ悪くなっちゃう。あれ、こんだけあるんですよ。なんか自分でいろいろデコレーションしても貼ったりしてもいいですよね。ペイントしてもいいだろう。これはもう車検証情報通信端ない、はい、これは、はい、なんかこのリムジン乗りのフォーキャプテンとかいいですね。どうですか。ね、あるかもしれない、ね、これ外しちゃったってことですか。4人乗りだったの。2人乗りですもん。あ、もともと2人乗りなんですか。
なんかさ、業々しいさ、なんかさ、キャンピングカーみたいのはいらないんですけど、こういうのだったら、例えば3列シート3つにしといて、1個ワンベッドにしといて、うん、釣りとか行く人なんかね、いいじゃないですかね。これだから、使う人の用途によって、いろいろやれるからいいですよね。後ろも、後ろやつらも可愛くないですか、ね、これ、ちなみに外から開かないんですね。あ、外潰しちゃってるんですね。で、これで、はい、でこれはエアーサスが組んでる、はい、あ、でこの中にポンプを隠してる。ポンプはコンプレッサー、うん、あのボンネットの中に、あ、ボンネットの中に入れて、はい、でこれは全部これ素材はプラスチックですか。これは FRP で FRP で成型したんですか、はい、作ったんですか。作った。じゃあもう型があるってことですか。もうまだ今これワンセットなんで、はい、これから量販しないですか。量販するときはこれが型になっちゃいますね。ああ、いいじゃないですか。でこの木目はペイント。ペイントです。こっちもペイント全部、はい、もうこれね、はい、こんだけ今技術があるからいいですよ ね、 ですね。これだけだってこれが昔の僕らの乗ったようなあのフォードのステーションワゴンとかみんなペリ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 ね上がれてきてね、いやいや可愛いですよこれ。そうだ、あの本物の木使ってやるとボリューム出すぎちゃう。この厚さは出せないと思うんで。ああ、なるほど。そうかそうか、賢い。あ、そっか、じゃあこれここも一応中からじゃないと開かないんだ。そう、なるほど、そうだよな。ここちょっと取ってられてそうだね。そうそうそう、なんか考えたいね、これね。でもね、乗り降りの時にね、うん、電動でポンプだとか。そうだ、電動がいいですね。うん、あ、そうだ、電動のやつ。これ純正の電動とか出てないんですか。出てない。そこまで必要ない。でもあんなのいろんな車なんか利用すれば簡単ですよね。このキャリアも木なんですね、ちゃんと。キャリアもペイントしました。あ、ペイントなんですね、これ。ペイントの方がいいもん。あ、本当だ。素晴らしい。あ、ペイントなんだ。これって本当はこういうキャリアがつかないんだ。もともとそこにキャリアがつくように穴が開いてるんです。開いてるんですか。あ、そ、それを利用して。はい、これでもこの手の車は一個キャリアを楽しむっていうのもあるね、これね。キャリア好きなんですよ。だからこの かわいいルーフラックを作るっていうのも楽しいですね。うん、面白い。やっぱ働く車かっこいいの。かわいいな。これちょっとあの車高をちょっとピッと上げてみてもらって。走るときはこの感じで、そうですね。まあこれで自分の好きな、そうですね、乗り心地いいところで。おお。でもエアサスって乗り心地は割といいですもんね。そうですね。いいですね。これエンジン何 cc なんですか。エンジンは1600。結構走りますね。結構走ります。無速でしたら。あ、そうなんで。力がない。あ、これはマニュアルなんですか。はい、1600だけなんですか。そうですね。エンジンは何 cc で。でもやっぱなんかちょっとオートマで欲しいですね。うん、でも何マニュアルは本当に数少ない。ああ、マニュアルいいかもしれない。なんか面白いです。おお、車っぽくていいね。なんかこのバケットシート気に入っちゃったな。なんかリグレーニングしないってことですよね。すごいいやらしいことできないですよね。いやらしいことはでも後ろ広いですから、はい、思う存分です。これ裸で乗れますこれ。